こんにちは、脳トレ休憩室です。この動画は数字探しです。同じ数字を探しましょう。それでは早速やっていきましょう。第1問です。来ましたよね。ここから少し難しくしていきます。第3問です。難しくなります。第5問です。わかるかな？第7問です。
いかがでしたか？お疲れ様でした。皆さんは何問正解できましたか？この同じ数字を探す脳トレは注意力を鍛える知的トレーニングです。そのため、勉強の間のちょっとした休憩から、認知症予防などのトレーニングにも使われています。今回はあまり解けなかったとしても、何回もやっているうちに解けるようになっていくので、ぜひ当チャンネルの別の動画も見てください。私が運営する脳トレ休憩室では、他にもたくさんの脳トレを用意しています。ぜひ、遊びに来てください。それではまた次回の動画で会いましょう。